行政職員が普通に使えるを目指した管理画面の UX 設計とデザインシステム推進というタイトルで、株式会社グラファーのデジタルプロダクトデザイナー佐野彩さん、それからデザインエンジニアの松倉千春さんにお話をいただきます。佐野さん、松倉さん、よろしくお願いいたします。はい、ご紹介に預かりました株式会社グラファーの佐野彩と申します。本日は行政職員が使う管理画面の方を、UX 設計とデザインシステムを用いて改善していったお話をさせていただきたいと思います。の前に、先ほどの地震でビビり散らかしてますので、ちょっと皆様と一緒に一回深呼吸をしたいなと思います。よろしくお付き合いください。深く息を吸って吐いて、吸って、吐いて、はい、1分ぐらいこれで使っちゃいましたけど、よろしくお願いします。はい、本日のアジェンダはこちらになります。ですね、見ての通り、5個のパートでお話しさせていただきたいと思うんですけれども、本日スライドの中で投影する管理画面だけは、撮影だったり SNS への投稿は、ちょっと禁止させていただきたいと思っております。その他の画面は撮っていただいても大丈夫です。あとでスライドをシェアする際は管理画面の方は、マスキングして共有するつもりです。はい、スピーカー紹介の方をさせていただきます。まず私が佐野彩という名前でして、2011年に人間中心設計と出会ってから複数のスタートアップから、あとファーストリテイリングという会社で、ユニクロの会社ですね、業務アプリ、完全に社内向けの業務システムを作ってまして、現在は交換庁向けの製品のデザインなどに従事しています。で、松倉さんの紹介です。はい、私、松倉千春は2022年からグラファーでフロントエンドエンジニアとしてデザインシステムのメンテナンスを中心とした、業務の方に従事させていただいてます。よろしくお願いいたします。はい、グラファーの紹介をさせていただきます。グラファーですね、プロダクトの力で行動を変え社会を変えるというミッションで、誰もに向けてテクノロジーの恩恵を受けて自由が享受できる社会を目指して、製品などの開発をやっております。で、一応採用もやっておりまして、これらの業種が今積極採用中になってます。で、事業もですね、大きく分けて3ジャンル展開してまして、行政自治体向けへのプラットフォームであったりとか、あと事業者向けに生成 AI を用いた業務変革プロダクトを提供していたりとか、あと個人向けにもですね、お悩みハンドブックといって、結構ヘビーな環境にある方が、福祉の支援を漏らさず受けて良い状況に変化できるようにということで、こちらは 2C 向けのサービスになってます。で、今回、丸がついている2つの製品が載っている管理画面をどう改善したかというお話をさせていただきたいと思います。我々はクラウドガブっていうふうに社内では呼んでるんですけれども、こちらがグラファープラットフォームの管理画面になってます。こちらですね、1個のプロダクトの管理画面に一見見えるんですけれども、結構たくさんの、独立した各サービスごとに管理画面がそれぞれ存在しているということで、グローバルナビゲーションからそれぞれのサービスに飛べるんですけれども、かなり、巨大なものになっています。で、メインのユーザーが、行政だったり交換庁の職員様が対象ユーザーとなってまして、市民だったりサービス対象の方向けに、コンテンツを作成したり公開したりして、でそれを、市民が公開された画面から申請したりとか利用したりとかで、またその情報を職員が処理するというようなものになってます。で、ここでグラファーの開発体制のことをちょっとご説明させていただきたいんですけれども、赤枠で囲っているのが私たちデザイナーと、あとフロントエンドエンジニアだったりが
在籍しているチームになってまして、プロダクトごとにあのプロダクトマネージャーとプロダクトデベロッパーがそれぞれ存在しているんですが、彼らが全部あの開発から、テストまで、開発の前の PRD を書くところか PRD を書くところから、テストまで全て一貫して行っています。で、我々は何をしているのかというと、彼らをあの横断的に支援してということでデザインシステムの話も出てきます。で、ここで、管理画面、それぞれのサービスをあのたくさん抱えている、管理画面をあのどう変えていったかという話をさせていただきたいと思います。こちらの製品の課題としては、2022年当時私がアグラファーに入った時に、大きくビジネスとユーザーとデザインと実装と分けるとこのような課題を抱えてました。ビジネスとしては、まあ、メイン あのスマート申請という電子申請を作って公開してっていう処理してきてっていう あのアプリケーションサービスの方をあのもっと、利用実績だったりを作っていきたいので電子申請数をどんどん増やしたいんですけども、行政職員の方、この中に行政職員だったり公務員の経験ある人いらっしゃいますか？一人でもいたらかなりグレートかなと思うんですけど、あ、いないようですね。あのかなり忙しすぎて後手に回ってる自治体がやっぱり多いですと。しかし将来的にはやっぱり横展開だったりもっと便利にしていったりということで他社いろんなサービスとの連携もしたいというような状況でした。でユーザーですね、あの行政職員にとってみたら UI が入れ子構造なのであの操作範囲が非常に狭くなっちゃいましたと。でまたパッと見何がどこでできるのか把握が難しいよというような状況になってました。で、まあ、デザイナーから見たらプロダクト間で、振る舞いが統一されてない、何かを作って決定したり保存したり公開したりっていう動作が、まあ、結構プロダクトによってが違いますよねであったりとか、あと機能名だったりラベルが統一されていませんねということが起きていました。また実装面から見ると、立ち上げ実装にブルマという CSS フレームワークを使ってたんですが、そちらがアクセシビリティ配慮されていなかったので、アクセシビリティの改善もかなり大きな課題だった中で、まあ、これはダメだねということで、何かしら改善が必要でしょうという状況でした。でつまり、まあ、簡単にまとめるとこのような状態だったと言えます。で、これらを鑑みて行政職員らにとって普通に使えるプロダクトになんとかしていきたいというようなことで、プロジェクト進行をこのように行っていきました。本日お話しするのは、2段、このプロジェクト進行結構あの1年ぐらいかけて2段構えでやっていったんですけれども、ヘッダーとサイドバーはあの最初にも変えてしまって、でそれからデザインシステムを作り始めて、で2段目情報設計のリデザインを、しましょうということで、あの、まあ、そもそも使っているメインで使ってくれている行政職員さんたちの環境と調査から始めていきました。でとはいえ、あのうちの会社にはもともと交換庁で働いてましたという方だったりとか、あと、まあ、あの市役所で働いてましたというような方々があの、まあ、スペシャリストとして存在していらっしゃって、で CS としてあの、まあ、成功事例を築いたというようなことはたくさんあったんですけれども、しかしあの私は何の経験もなく、あのユーザーを知らないというのがかなり大きな課題でした。なので、実感を伴ったインサイトを得てより良い改善をするにはというところでリサーチの課題があったんですけれども、こちら、簡単にまとめるとこういうことをしています。まずあの基地の情報から学ぶというのがあの、まあ、誰でもやってるのかもしれないんですけれども、まず大事だなと思ってまして、業界本を読んだりとか、あと社内のナレッジを読んだりとか、あと、まあ、市区町村で公開しているあの公開情報などもかなり有用な情報で確認したりしました。まあ、例えばあの自治体の職員さんの、在籍年齢の分布とかですね、これもあの先入観で、40代50代が多いんだろうと思ってたんですけど、全く違って、やはり毎年新卒入社で入ってくるので、あのもちろん自治体にはよるんですけども、割と若い方もバランスよくいるみたいなことが明らかになりました。あとあの本から読む情報としては、あのユーザーの職業目的ですね、そもそもこの職業の人って何のために存在しているのであるとか、あと、まあ、あの常識、職業としての常識だったりキャリアパスですね。
でその次に それらで得た情報から自分でさらに生々しい情報を探索するっていうところですね。でそこで構造化インタビューするとかいろいろ手段があると思うんですけど、私は主にインタビューをすることが多いです。でこちらもですね、社内外で、やるのがすごくいいかなと思ってまして、と社内ですと自社の製品を踏まえたインタビューの内容がアウトプットとして得られますし、社外ですと現役の何の知識もなくてフレッシュな、ことを答えてくれるっていうようなことで、意識してなるべくやるようにしています。でまた社内に関しては誰がどのようなステータスでどのような、バックグラウンドで答えてくれるかっていうのをリスト化しておくと何かわからないことがあるときに聞きやすいので良いかなと思っています。でこちらでインタビューをすると、自分で基地の情報から学んで発生した疑問が解消できたりとか、あとこういう感じねっていうあるあるのエピソードを聞けたりとか、あと社内外のヒアリングリソースの再度確認にもなるのでいいかなと思います。でそれらをやった上で現場に行くということをしました。やっぱり現場の空気を実感すると今まで聞いていた情報が全然リアルにこういうことだったんだっていうのがっていう腑に落ちに変わるのですごくいいなと思ってまして、ユーザーが普段普通に活動している職業環境を実感して、あとはその職場で飛び交ってる職業用語、なんかジャーゴンなんて言ったりしますけども確認できるのでいいなと思ってます。でこの時は一関市市役所様に行かせていただきまして、でカウンターの向こう側に入れさせてもらって、市民の方と職員の方が対話しているところを写真に撮れないのでスケッチしたりとかさせていただきました。で、そうして判明した職業で机の上の環境ですよね。たくさんキングジムのファイルが置いてあったりとか、書類と書類を見てまたすごい人と話してたりとか、1分ごとに人に話しかけられていたりとか、絶対に一人一人の机の上に電話が置いてあって、めっちゃ市民から電話かかってきて撮ってたりとかっていったところがまさに百聞は一見にしかずという感じですよね。で、そんな感じで UX リサーチしてやっとちょっとなんか分かりかけてきたかもみたいな感じで思ったところとしてはこんな内容ですね。結構反感基地のスケジュール基地 の情報からもやっぱ反感スケジュールですかね、年間のスケジュールっていうのも割と大事だったりとか、地方公務員法がそもそも土台にあるんであるとか、あと自分で探索したっていうインタビューの、ところでだと、あと窓口のエピソードとか、あと皇族業務のあるあるとか、あと人口規模とか職位ごとでだいぶ見えてる世界が違いますよねとか、あとですね、はい、すみません、実感するのところは言っちゃったので飛ばします。だいたい、はい、デスク環境とか雰囲気とか利用デバイス結構違うねとかですかね、はい、でそれら の情報を、モデル化して、だいたいこのような実際の資料こんな感じなんですけど、普通にワード、Google ドキュメントとかでまとめてまして、何年目の職員であったりとであるかとか、あと、どんな価値観を持っててとか、どんなペインを持っているかっていったところもですね、結構重要な情報かと思うのでまとめています。でこちらAdobe Firefly で実際に現場見てきてなんとなくこういう感じだったよっていうのをはい、すごい分かりやすいですよね。でペルソナ1が若手の職員です。めっちゃ忙しいです、なんかいろいろ押し付けられがちです。でペルソナ2が、あれですね、結構働き盛りの、でそういうかやる気があって、でそういう方はデジタル推進課になりやすいです。でそうすると調整コストがめっちゃかかったり、割と問い合わせ多かったりとかで大変です。でペルソナ3がマネジメントですよね、議会への報告義務があったりとか、だいたい50代 のおじさまだったりとかっていう感じです。で、ペインに落とし込んだり、あとはペルソナごと の関係性を図にして見るとこうなりますと。で今回我々がペルソナ1と2が画面を操作する対象ユーザーとなりまして、でそれぞれのペインがこんな感じかなということで、
作業者はやっぱり操作が仕事が多いがゆえに操作の中断だったりとか、情報のたくさんの情報の処理とか、あと不明点が解決するのに結構電話で聞かないと分かんないとかで、管理者にとってはあの情報の管理とか問い合わせ対応があの課題であったりとか、あとそもそもペルソナ1と2の、ユーザーは、デバイス環境があの同じなのでデバイスの大きさがあの2人ともペインですということが、インタビューからのインサイトです。で、そうですね、 UX リサーチの Tips としてはあの、やっぱりあの管理画面を使うということで、その職業のことを知ってるわけでは、出身でなければやっぱり知ってるわけではないと思うので、まず、書籍で枠組みを知って、その後の調査をより実りの多いものにしましょうであったりとか、あと次が、インタビューではあの職業ならでは の, あのエピソードをやっぱり引き出せるようにしたくて、あのあるあるはこういう話があるんだよってこうなるべく掘れるようにあのきちんと事前調査していったりとか、あと組織規模でどうなんですかみたいな話とかも振ってみると割といい意見が出てくるなというふうに思ってます。で、3個目が、管理画面のユーザーさんが、毎日仕事してる環境っていうのはなかなかその普段開発してたりとかデザインしてたりすると、現場に行かせてもらえないみたいなことは私は過去すごく悩んでたんですけども、やっぱり営業さんだったりビジネスの側の人があの行ってるところについて行かせてもらうだけでもかなり価値があるなと思ってます。ぜひあのお願いしてみてください。はい。で、それらでインサイトを得られたら、次あのビジネス課題とのすり合わせだったりプロダクト UX デザインの方向、決定をしました。で、ですね、そうですね、こちらが、社内でのビジネスポジショニングのなんか変更とかもその時に一緒にやってまして、その PMM とのすり合わせた結果、大体こんな感じで方針を決定しています。管理画面に関しては画面がシンプルであることとか、あと短時間で安全に作業できるようにしましょうというような合意を取りました。で、それをもとに、で今まで得たペインをもとにどう UX デザインするかっていうことなんですけども、ペルソナ1と2のそれぞれ の, あのペインに関して、今回はこのような価値を提供するように、しました。まず作業の保存がやりやすいってことと、確認したい情報がちゃんと整理されているってことと、操作に迷わないってこと。で、それらの作業者が、疑問を自己解決できること。で、2人共通の、価値としては、作業エリアがそもそも狭くないっていうことと、あとサービス間の遷移が分かりやすいっていうこと。あとヘルプと問い合わせ先が分かりやすいということ。はい。で、それらが、それらを、明白にしてから情報設計をしました。で、こちらが9の画面で結構いっぱい、課題がありまして、必ず質問、ユーザーに、わかんないよって言われるポップアップメニューとか、あと、決定のボタンのルールがバラバラとか、あと、我々の調べなんですけど、中央値が 1280×1024 なんですけど、なのに、作業範囲がすごい現状狭くなっちゃってるとか、あとちょっと、タブの中にタブがあって入れ子構造になっちゃってるとかっていうことを、改善すべくサービスを全部見てどこをどう共通化できるか模索しました。で、全部見て応用化し UI 化して階層を整理しました。で、それから、ワイヤーフレームを検討して階層をどう逃がすかっていうのも何パターンか検討して、でそれから、なんとなく当たりをつけて、ここら辺を実質行ったり来たりしてコンポーネント作ったりプロトタイピングしながら行ったり来てたりして改善しておりまして、で、実際これから、既存の画面から多少大きくなったかな、作業エリア大きくなったかなみたいな感じでプロトタイピングハイファイで作っています。で、そちらを、自治体さんの方にユーザーテストで持っていきました。はい。で、テスト方法なんですけども、こちら自治体様にフィグマのリンクを送って作業していただこうと何回かやったんですけど全くうまくいかなくて、で結局自分の手元で Zoom に操作画面を移して発話いただくという方法を取りました。で、いろんなステータスの異なる複数自治体で実施して大きな値がはなかったっていうのと、あとは
まあ、タイトルだったり確認したい情報の明確化はいい印象を得たということでおっしゃっていただいたんですけど、まあ、割とナーバスなところもあったので先のボタンが見えないとかあとラベル変更とか、まあ、ここら辺は改善ポイントだねというふうに発覚しました。で、こちらがビフォアの、あれなんですけれども、こちらがアフターです。でごめんなさい、すごい時間がなくなっちゃったけど、ここから実装です。はい、私の方からデザインシステムの実装と推進のお話をさせていただきます。まずプロダクトデベロッパーの開発フローについてお話しさせていただきます。まあ、先ほどちょっと軽く触れたんですけれども、弊社では基本的にプロダクトデベロッパーがプロト作成して、まあ、運用までフルスタックに行っております。で、一旦そういう開発フローを持ってプロダクト全体では日に、8.8 件のリリースを常に行っているような状態です。で、そこを踏まえて、まあ、管理画面のデザインシステムを作るっていうところの目的についてお話しさせていただくんですけれども、まあ、プロダクトデベロッパーとしてはより効率的でスピーディーな機能開発を行いたいっていう的と、またプロダクトにおいては、まあ、他プロダクトを含めて、まあ、横断的にデザインを改善する、そして、まあプロダクトごとの管理画面の UI、UX を統一したいっていう課題があって、デザインシステムを今回作ることになりました。で、デザインシステムの整備についてお話しします。で、基本的にデザインシステムの方針を、お話しさせていただくんですけれども、大きな方針として単体で意味を持つコンポーネントのみ公開するっていう方針を定めています。まあ、これは何かと言いますと、左のようにアイコンだけっていうのは基本的にデザインシステムの中では公開していないです。基本的にはアイコンと、まあ、ボタンだったりとかリンク、そういう状態になって、まあ、ユーザー、この場合なんかデベロッパーであったりエンドユーザーがそれは何かっていうのを分かる状態のコンポーネントでしか公開しないというような、まあ、ちょっとエンジニアからすると少し自由度が減って使いづらいっていうデメリットはあるんですけれども、あえてデザインシステムでそういう、制限を設けることにしています。まあ、メリットとしては、まあ、デザインシステム自体のメンテナンスの自由度を確保するというのと、またなんかちょっとその使いづらい、まあ、ユースケースに沿わないんだけどっていうところで、まあ、ユースケースに対する、まあ、そもそものそのコンポーネントを使うのって合ってるんだっけみたいなところの議論の活性化につながるっていうメリットがあります。デメリットとしては、まあ、ユースケースによっては、まあ、そのデザインシステムを利用できないことも、発生します。で、次にデザインシステムの方針でちょっとアクセシビリティについてお話しさせていただきます。まあ、昨今は結構多様性が求められるような社会になってきたところもありますので、アクセシビリティは管理画面でも結構必要になってきます。ここでは一つだけちょっとかいつまんでお話しさせていただければと思うんですけど、一旦デザインシステムはボイス&トーンの統一っていうのを行っております。まあ、基本的にはその一貫性があるか、また情報に矛盾がないか、まあ、ユーザーが迷わないか、こういう観点をもとに文言例とかを全て作成して、ストーリーブックに載せております。次にデザインシステムの維持についてお話しさせていただきます。まあ、デザインシステムは結構作成して終わりじゃなくて、まあ、その後社内に浸透させて、まあ、使ってもらうってことが多分一番大事なことになってくるかなと思います。一応グラファーでは、デザインシステムの追加検討フローとしてこちらのような感じのフローで、デザインシステムに新規で追加するか、まあ、そのユースケースだったのをプロダクト内で実装してねっていうのを判断しております。続きまして、ストーリーブックの整備をすることです。基本的にグラファーのエンジニアはデザインシステムから使えるコンポーネントがないかっていうのをストーリーブックで探すんですけれども、その際に、まあ、DOCS に基本的に使える文言例であったり、まあ、注意点の方の記載、あとはなんかコンポーネントの組み合わせ方がわからないっていう意見とかも結構あったので、そちらの組み合わせ方のサンプルの方を記載したりとかしております。で、まあ、こちらはデザインシステム社内不況チップスなんですけれども、まあ、社内的にアンケートフォームでデザインシステムのフィードバック収集したり、またコンポーネントの、まあ、要件相談のテンプレっていうのも用意したり、あとはこちらは結構デザインシステム習字で、まあ、こういうアップデートがありましたよっていうのを、まあ、お知らせする機会、まあ、グラファーだと習字のミーティングとかで常にデザインシステムのアップデートコーナーみたいなのを設置して、常にこういうアップデートがありましたっていうのをお知らせしています。
で、まあ、ちょっとエクストラなんですけれども、まあ、デザインシステムを使ってもらうには、まあ、積極的にこっちからコントリビュートしてもらうのが一番大きいと思います。エンジニアたちも、自分たちのリポジトリの中に、デザインシステムが組み込まれてたら、まあ、それから使ってもらうっていうふうに、結構やってくださるので、まあ、積極的に、まあ、プロダクトの方にも染み出していくっていうところも、スタンスとしてはいいかなと思います。で、最後なんですけども、持続可能なデザインシステムを目指すっていうところで、まあ、開発の拡張性を保ちつつ、まあ、社内の利用率も高めていく、このなんか間を取れるやり方を目指していきたいっていうところです。ありがとうございます。はい、松倉さんありがとうございます。はい、そうですね、リリース後のユーザーの反応だけちょっととあともう一個だけ話させていただければと思いますけど、そうですね、渋谷区様の方で言わなくても画面大きくていいねって言ってもらってすごい嬉しいなっていうフィードバックをいただいたりとか、あとは、我々が提供している行政側の職員のからのフィードバックだけじゃなくて、行政職員が、ユーザーに管理画面を通じて、電子申請を展開すると、そのフィードバックも管理画面から、行政職員が見れるようになってます。で、結構なんていうんですかね、まあ、74歳だけどスムーズにできてありがとうとか、北九州市なかなかやるじゃんとか思っていただいたりとか、面白いコメントが来るので、私はこのスラック見るのが大好きなんですけど、あったりして、で、こういうことを通じて職員の皆さんにもぜひ仕事を少しでも楽しいなと思って、欲しく管理画面を日々改善しているという感じです。で、最後に、本日のまとめですが、まあ、このような形になっています。で、こちらすいません、時間過ぎちゃったんですが、本日のお土産になってまして、こちらユーザー生態把握チートシートライトと なってまして、ユーザーが働く現場の規模でマネージャー有無だったりとか、あとユーザーの職種だったりとか、どんな人が現場よりで、どんな人が管理組織よりで、どんな人が、現場で働いててとか、あと雇用形態とかによってかなり扱う情報だったりやる責任が違うのかなと思ってまして、こちらを私は結構頭の中でヒアリングの時に参考にしたりとかしております。はい、以上になります。ではご清聴いただきどうもありがとうございました。